はい、今回のね、平チャンネルの方では特別定額給付金の第2回が出るんではないかなということを、まあ、竹中平蔵さんはね言われてました。これは私もそう思うんですよね。そして注目すべきは前半の方で話されていたことだと思うんですよ。安倍政権で60兆で菅政権で40兆、確かに財政出動を100兆円もしてるんですよね。100兆円ぐらいしてるかな、私90兆円ぐらいかなと思ったら100兆円やっぱしてたんですね。ということはね、市場には普段の一般会計の倍の金額がジャブジャブと流れてるってことになります。でもこれだけね、100兆円もお金が世の中に回ってるのに、なんで私たちは豊かさを実感できないんですかね。というのは、この100兆円が向かう先があるところに限定されてるからなんですよね。とてつもなく限定されてます。まあ、ですんで、この2020年っていうのは二極化がさらに圧倒的な勢いで進んだ時期だと言えますよね。例えば余剰資金を持っていて何らかの投資をしている方はほとんど儲かっているはずです。少ない金額かもしれませんけど、それでも利益が上がっていると思うんですよ。まあ、例えばビットコインをねちょびっと持っていましたって言っても数倍になってるわけでしょ。そして何がしかの株を持っていましたって言ったらそれも値上がりしたわけでしょ。本当すごいなと思いますよね。株が上がるってことは不動産の価格も上がってたりとか、まあ下がってるところもありますけどね、概ね上がってるんですよ。でも余剰資金のない方っていうのはそんな利ざやを含めることもなく、日常生活だけ困窮するっていう状態になるんですよね。まあ、だからやっぱりこうね、生活支援っていうのが底上げしないといけないところを、なぜかね、上積みの人をさらにね盛り上げる形になってしまったということなんですよ。まあ、竹中平蔵さんが言われてることっていうのはこう聞いてみると、まあ確かにな、私がぼんやり考えてたこととなぞるな、同じだなっていうところが多いわけですよね。まあ、だからどうしたってことはないんですけども、特別定額給の話に戻りますと、やっぱりね、採用される可能性がまだあるなっていうことは竹中平蔵さんが言われているようなことと、まあ、一致するんですよね。竹中平蔵さんに対する感情が好きではないから言ってることが違うんだっていうような捉え方しちゃう方もいますけども、まあ、冷静に考えて今回の竹中平蔵さん その動画っていうのはね、うなずくことばかりだったんじゃないかなと思うんですよ。いかがですかね。私はそういうふうに思いましたけどもね。はい、では竹中平蔵の平チャンネル、10万円の現金給付は2回もあり得るのか、実施する際の課題はとありますんで、その点についてお話ししてみました。なんかグッと込み上げてきましたね。失礼しました。本日は以上です。